私のことをブスブスブサイクと罵る議定。事実だけど腹立つわ。ブスだからと私たちの結婚式にも来なかった。そんな議定を持て余したギリ父母からどこかにいいお嬢さんはいないかと打診された。しかし私はこんな議定を紹介したくないし、その義理もない。議定の顔は微妙だがひどくもない。しかしメタボ体型、その代わり稼ぎは恐ろしくいい。悩んだ挙句、友達ではないが A 子を紹介した。 A 子は私と違い、自分磨きに命とお金をかけた美人なので、議定のお眼鏡にはかなったようで、お付き合いは順調。ハート。 A 子の方はビッチではないないが、男性は稼ぎが全てと思っている。稼いだお金を顔と体と習い事に注ぎ込んでいたけど、それはより稼ぎの良い男を捕まえるための投資。培った腕前で議定の胃袋も捉え、順調らしい。ちなみに議定のことはそれなりに気に入っているみたい。そのあたりで私は夫と離婚。議定の暴言から守ってくれるわけでなし。というか議定にひどい劣等感を抱いてて使い物にならない。挙句風俗好きが判明、貯金も使い込まれ、稼ぎも良くないので私一人で働いていて暮らしたがよほどいいわと覚醒。義理父母からは謝罪と感謝をされつつさようなら。議定は顔も出さなかった。まあそれは夫もだけどね。 A 子に見送られ、お互い頑張ろうって話をして別れた。で、実は A 子は私の双子の姉。小さい頃子供がいなかった親族と養子縁組してた。だから実はベースは私とそっくり同じ顔。私とは努力とかけたお金が段違いなため、体型も顔、整形も全く異なる。私をブスブサイクと罵ってた義弟が私と同じ顔だった姉を抱いてると思うとすごく楽しい。姉の養親はもう亡くなったけど、結婚したらどうなるかバレる？はわからない。 A 子は大丈夫任せとけって言ってたけど、ちなみに A 子が働きかけてくれたおかげで離婚の慰謝料は100万円上乗せされた。義弟が夫に貸し付けた形。月々返済で夫はさらに義弟に頭が上がらなくなった。ありがとう姉。ざまあみろ夫。